ズダ寺城は、現在の静岡県浜松市南葛田寺町にある、高野山真言宗の古刹、青林山ズダ寺の門前にあった、戦国時代の日本の城。地元の伝承では、別名史上城,城とも言う。引間城主、飯吉氏をより親とする、よりこの土豪、大見源氏の松下氏の居城で、松下氏は、ズダ寺の寺侍であった可能性が強い。 川匂い章の両家は、ズ田寺であった。天文20年頃から約3年間、まだ無名の豊臣秀吉が、松下の綱に仕えたと、太鼓素上記に記されている。永六六年演習劇で焼き打ちに会い、炎上する。江戸時代は、松下の綱の長男赤月綱の家系が、松下屋敷の当主となって、明治38年まで居住した。 移行は1945年、アメリカ軍による空襲と、艦砲射撃で、ズダジの本堂、仏殿三重堂、行者堂、栗リ、三影堂、仁王門などと共に壊滅した。広さは、約一丁四方で、ほぼ土豪の一般的な、大きさで、ズダジ自体を含めると、広さについては、もっと大きかったのかもしれない。かつて、城の周囲は、他となっており、 戦国時代の図田事情は、通称、松下屋敷跡と言われる、場所の地下80センチメートルにあることが、平成13年10月の発掘調査でほぼ明らかになっている。また、焼き打ちにあったことを裏付ける炭跡も確認されている。井戸跡からは大きな硯石や高級生樹の破片が発見されており、松下氏は、公益商人でもあった可能性がある。 ズダ寺町第一公園のわずかに土塁の面影を残すところにある松下屋敷屋と石碑は松下氏の屋敷神を祀る松下稲荷の本殿のあった場所でかつては応神天皇と厚見神皇を祀っていたところである松下稲荷はズダ寺の境内に移転したありがとうございます